わあ氷だ。やだな氷。さて、右側に一つ鍵が左で、さらにその下に青、黄色、うん、まあ行ってみますか。入るとここ、うん、やったクリアだ。鍵がねえこのルートでまず青を押しましょう。で青を押したことで一応右飛び降りたら取れるけど、さすがにこのタイミングじゃないよね。あーっと、OK、こういってこういって、まずはこっち上からだね。で一つ目ゲット。でこのまんまの流れで鍵をゲット。で、鍵と一緒に自分も行こう。よし。で、掘って。あーえお前なんてことしやがるんだ。ギリじゃん、しろよギリじゃん。あいつギリじゃん、しやがらねえんだよ。完全な罠だったわ。マリオは氷でジャンプすると方向転換ができないんだよね。氷じゃなければできる時点でおかしいんだけど。さあまたもボム兵。おわすげえ。うわこれは頭使いそう。左下に鍵、真ん中の下に黄色、右下に、赤で右側に青。時間もあるんでね。とりあえずここから壊していくか。いやこれ違うな。ここから順番に壊していくテープか。まあいいや。1つ目2脚か。これ反応しないね。壊そうか。そうお前
そこじゃないね、俺の頭。あ、タイムアタックするんじゃなければ、別に。まあ、大したもんでもないかな。まだ100秒あるし。ただタイムアタックすることを考えると、それはだいぶルート考えないと無理だと思うよ。はい、入れん。本当もここのマリオジャンプできねえ。まあまあまあ、タイムアタックじゃなければそもそもが、あの、箱集めなくていいからね。で、これ上に投げることでね、その場で落とせる。これを使えば。足りない。これミスってない？半歩ずれ。パズルゲームで、ね、一番したら箱ボーイでもよくやったけど、一番やったらあかん配置。あと70。カウントが。こっちはこっちで仕事しとこうか。あー、弾打った。もう余計なブロックは早めに壊しときたいね。ルートもね、同時に開拓しときたい。今なら気をつけなきゃいけない。あの上壊しといた方がいいな。ここ壊しといた方がいいわ。
邪魔すぎる。大ミスしたけど、まあまあね。これで頭が安全に壊せる。早すぎたか。時間が。きついな。パズル的にね、ここ壊せばいい的なのがあるんだけど、そんなよりも今数をこなそうとするプレイをしようとしてるから。よし、急いでここを壊すぞ。よし、あとは全力でかけよう。よし、クリア。タイムアタック無理だろこれ。150カウントぐらいかかったんじゃないか。あれ、あ、取るの忘れてた。取るの忘れてた。ちなみにタイムアタックは何秒ですか。76秒。完全に忘れてたわ。一番右下まだじゃん。
番右下ちゃんと壊したのに、ね、それも忘れて150カウント今の120カウントぐらいだよ。もうそろそろ100だからダメだもんね。忘れないうちに取っとく。あと40カウント。76カウント。さあ前半戦のラスト。ん？ああ残機足りなくなったらこうやって出てくれるんだね。まあまだあるんで大丈夫かな。さあ前半戦のラスト8。右上に黄色、そこに青、左に赤、爆弾もあるね、まず逆回転。爆弾発見。さあとりあえず一つ黄色がその裏か。別にそっちのルート行く必要多分ねえな。多分だけどこれで取れるよね。あ、これか。まあいいや、とりあえず一旦まあ正規ルートとしてはそうでしょうね。黄色を押した状態でこれあのもうちょっと解像度ないですかね。解像度ここ通れないよね。死にはしなかった。青の状態でないとあの鍵のとこに行けないんだ。
まあまあまあ、はい。よっ、ウフー、ヤフー。はっ、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 まあこれで取れるよねとは思ってた。で一旦黄色を取って、さあここから青の状態じゃないとあそこに行けないので、まずは青を使う。で違うね、あそこの爆弾壊さないとあのルートで行けないんだ。あそこ壊さないと、だからまず黄色だ。まず黄色のルートにして、もう一周していくんだこれ。で爆弾を持っていって、これを壊す。で青を踏んで、逆やな。マップをねえらく広く使うステージでしたね。でしゃがんで越えて、はい、これを上に上げ、こちらこちら、で黄色を踏んだ状態じゃないとクリアできないから、黄色を踏む。じゃあ待とう。で こっちのルートじゃダメだから、よし、こうだね。ん？ちょ待って、左からや最後の最後でルート間違えた。ダメみたいだね最後の最後でルート間違えたわ。まあまあ、わかった。ダイナミックにね、マップ全体を使ういいステージだと思います。あれはほっといていいんだね、最後に取るから。怖いから先取りたくなるけど。ここ落ちちゃうとかなり辛いんだけど。ここ落ちちゃうとかなり辛いんだけど、落ちないようにしよう。まあ壊すのは先やっとかないとね。あかん。ほっとこ。ギリギリになって失敗したら嫌やで。RTA とかだったらね、これ。爆弾タイミングよくあそこで爆破させたりしそうだよね。
ということで、逆走。で、青を押して、ルートは逆回り。で、上から行く。だから、ここはどうでもいいんだ。さっきあのスイッチのタイミング見たんだけど、どうでもいいんだ。だってこれ、ほら。ここあるから。これで自由に変えるからね。で、これはあと逆回り。黄色じゃダメ。あー、ここに赤があった。ちょっと待った。これで黄色がなくなっちゃうから。今のでこれ赤踏んだら全てが台無しになるという罠がありましたね。ふう、危ねえ。いやー難しい。あ、これで前半戦終了。パーフェクト。さあ、それじゃね、後半戦に行きましょうか。